あって、これはまあね、言っていいかどうか、もどっちにしてもオープンにするかしないかって微妙なことかもしれないなとか思いながら、でもちょっと見ちゃったんです。見ちゃったっていうか、気持ち悪いね。ごめんなさい。そうじゃなくて、死ぬ。自分がふっと死にたくなるっていうコメントをね、詳しく書いてくださった方いらっしゃいましたね。その人がその後で、YouTube ライブ終わった後で、また書き込んでいらして、いや、すごい含蓄のある文学的な、しかも、本当誠実なコメントをいただいて、本当感謝してるんです。その中で一つ、ふっと死の世界に持って帰ることは一生治らないんですねって、そのことはショックでしたって言っておられて、少し僕の解釈とは違う。いや、そういう解釈をさせてしまった自分の責任かもしれませんけど、そうではなくて、社会という枠の中にあるときにそれが回収される。回収っていうのは、消化されるっていうことです。つまり解決するっていうこと。それはないかもしれない。ただ、社会というこの小さい枠の中から自然、存在、宇宙、あるいはその、まあ、そんな大げさに言わなくても、人間以外の構造ってもうそれはそうでしょ？人間なんて、だってこの地球なんて、初めて宇宙人が来たら、これは人間が支配する国だとは、まあ言わないだろうっていう説が、結構有力な説があってね、宇宙人がね、何も知らない宇宙人が何百光年何千光年かなかったから宇宙船で地球に降り立ったら、はーってこの、その、生命の長、生命の支配者、ヒエラルキーの一番上、食物連鎖の一番上の人間なんだ。この世界は地球が支配している。まあ、どっかで思ってますよね。なんかこう、無意識にはね。絶対思わないと。だって人間が住んでる地域っていうのはごく限定、ごく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 限定せられていて、他の地域で動物がいるとすればそれは無視だと。もちろん植物が支配してるっていう宇宙人もいるかもしれない。だいたい宇宙人って宇宙船乗ってくるんやから動くわけでしょ。ほらまあ、どっちかというと動物に近い。動いてるものが、知的生命体だと思うっていうかね。そうすると、この国は虫が支配してる国だと、母性、その星に報告するだろうっていう面白い学説があって、僕も確かにそうやと思うんですよね。つまり何が言いたいかというと、社会っていうのは本当に限定された世界の中で、もちろん僕たちは社会の中で生きていかなければならない。社会の中で喜ぶもいるし、社会素晴らしいものなんですけども、一方でもっと大きな存在の世界。だから、こう、私空海なんかは瞑想するときに、満月を見なさいって言うんですよね、満月を。満月というものが人間の窓やかっていうの、その完全な心 を最も表現してるって言うんですよ。ね、人間の心って、まあまあ人間のものでしょ？まあ言ったら。ところが、月であると。満月の月のあの姿こそが人間の心だ。つまり人間の心は、社会とか、人間の、このこぜわしい日常をはるかに超えた存在だっていうことも、ちょっと示していません？そこに繋がることができる。同時にできますよ。そういう意味で僕はお釈迦様とか、イエス様みたいなことを、そんな大げさに言ってるんじゃなくて、彼らも一人の人間だよ。ね。で、彼らはずっと苦しんで、苦しんだっていうか、悩んで。最終的にそういう人間を超えた存在ともつながることができたんだな。存在言うたら難しい言い方になるかもしれんけども、逆に言うたらこの地球上で人間が住んでる空間っていうのはごく限定されている。それ以外に様々な生命があって、様々な自然があって、様々な、流れ、動き、ダイナミックな動きがある。そういうものと人間の意識は一体になれるよ。そこにも目を開くと、それは回収される、つまり解決される見込みが十分にある。っていうか、それを解決してきた人たちがたくさんいるということを僕はだいぶ今も控えめに言ってますよ。かなり控えめに言ってね、これ謙虚に言ってるつもりなんですけど、だって人によってはそんな傍若無人なんていう人も出てくるからね。社会の中でだけ生きてる人にとっては傍若無人な感じもするんですよ、この話をすると。とんでもない話に聞こえる。だから、非常に謙虚に控えめに言ってるんですけど、それでも、僕はそう思うっていうことを、まあ、申し上げたつもりだったんですね。だから、これが、この話がその人に別に届かへんっていうことではなくて、その人はそこからまた、いろいろ誤解も
解釈もその人の自由であって、何が正解かなんていうことを僕は思わない。自分が、僕が言ったことに何かの触発を受けて、そこからまた自分で考え、悩み、あるいは喜び、悟り、それでまた人生が続いていくもんだと思っているので、無責任にっていう意味ではなくてね、だからそれはそれでいい。というか、そういうものだと思うんだけども、ちょっと気になったので、はい、こういう、こと、あんまりこういうふうに補足説明っていうのは僕はするの、しないんですけど、ちょっと上げたくなったので、申し上げました。はい、すいません。申し訳ない。名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで実はやりたいなと。